岸田文雄首相が広島の平和記念公園で各国の首脳を出迎え、 G7 広島サミットは始まりました。 G7 首脳は原爆死没者慰霊碑への献花を行い、黙祷を捧げました。午後からは宇品島に戻り、本格的な議論が始まりました。初日のテーマは世界経済、急速に普及が予想される生成系 AI についての意見交換や、ウクライナ侵攻について話し合ったとみられています。明日にはゼレンスキー大統領が緊急来日することが報じられ、G7 サミットに集まる注目はさらに高まることが予想されます。